はい、皆様明けましておめでとうございます。今年もゲーム実況の方もよろしくお願いします。桜大戦物語ミステリアスパリ、ゲーム実況久々にやっていきたいと思います。久しぶりなのでここまでどういう話だったかっていうのを思い出すというか、まあ飛ばして見てる方とかもいると思うので、ちょっとここまでの話をまとめてみたいと思います。まずこのゲームですが、明智小次郎というお兄ちゃん探偵と、妹のミキ、シャノワールで働くダンサー2人の視点がこう切り替わってやっていく物語なんですよね。同僚のエルザとミキがシャノワールの前座に選ばれるというところから物語は始まります。ミキがそのためお兄ちゃん明智小次郎をね、日本からはるばる呼んできてというところだったんですが、小次郎はそのパリ行きの列車の中で殺人事件に出くわすことになります。これをきっかけにフランスのパリ日本大使館の迫水大使が事件の調査を依頼するという運びになります。でエルザが前座を務めるはずだったにもかかわらず失踪してしまうという事件がね、発生していくんですよね。パリ歌劇団の面々はエルザの調査、まあ行方不明になったねエルザを捜索するっていうところになっていくんですが、その中で分かってきたのがエルザが育った孤児院パピオンというところの存在ですね。不思議なことにこれが小次郎が調査していってる殺人事件の方とだんだんこう接点を見せてきて、ソレイユが実は子供たちから霊力を引き出すための施設だったということが判明していきます。サコミズが都市防衛構想と関わっているとい う, こうカミングアウトといいますか、そういう話があって、理化学研究所やらドイツからのスパイだとか見えない組織までの力とか勢力が関わってきたというところでしたね。小次郎はミキにこれ以上の深入りはやめるように命じるのですが、残念ながらそれがうまく伝わらず、ミキが行方不明になってしまうというところから話はスタートしていきます。ここからですが、まあゲームの続きになってきます。でまあコミュニティとかでもちょこちょこ喋っている、お伝えしているのですが、まずこう物語が大きく分岐しないところまでは1周目の実況でやっていっているものをお見せしていきたいと思います。で、ストーリーの後半、この先の予告ですが、話が分岐していって、まあパリ歌劇団のメンバーとこう共に行動する相手を選ぶということになっていきますので、こちら皆さんに以前コミュニティ上で投票したパートナーと一緒に、調査最終的な、真相に近づいていくというのをやっていきたいと思います。あの隊員とね一緒にやっていきたいと思いますので、まあそれが先の展開だと思ってください。それでは、ミキが行方が分からなくなってしまったという明智のね小次郎の方の視点から話を続けていきますので、ぜひ楽しんでみてください。それではどうぞ。お姿が見当たらなくて、いやーこれで国立校にね接するのがもうちょい早ければ、マジでさキネマトロン使ってあんなに便利なものあんだからさ。お、自宅で。そうだよな、前も小次郎のアパートで電話を取ってね、ちょっと動きがあったもんな。なんかこれはミキの靴じゃないか。そうかそうか、あのミキが連れて帰った時に残した痕跡だね。なんで片方だけこんなところに。そっか、あのフランスの文化がちょっと分かんないけど靴で上がるんだね、日本と違って。あーなるほどな、海外らしい証拠品だね。いやーミキの靴を手に入れた。まさかミキの身に何かあったのか。いやーまあそうなんだよな、ミキの身に何かあったんだよな。いやーこれがな、まあどうだろう、シャノワールとかに行って報告するしかないかな。一気に日付っていうか時間が進んだなまあ職場だからな、胃の一番にここに報告するしかないけど。あら明智さん、これからお呼びしに行こうかと思っていたところなんですよ。はあ、はあははあ、いやいいね、このメイドらしいね、こうお辞儀をした感じとかね。フランスの人でお辞儀っていう文化多分ないだろうからね、なんからしいよね、メイドらしさが出るよね。サコミズ大使がいらっしゃっていて、明智さんをお待ちなんです。はいはい、待ち合わせしてましたからね一応ね。わかった、すぐ行く。
いや、二人もよく。戻ってきたかい。ムッシュ、迫水がお待ちかねだよ。笑顔でね、メルとシーもいられるよね。同僚がね、いなくなっちゃってっていう状態で、まあそもそもパリ歌劇団としての任務自体がね、こうシリアスな場面がすごく多かったから、いろんなところを乗り越えてきてるからこそかなとも思うけどね。遅くなってすまなかったね、明智君。いえいえ。思いのほか各方面と連絡を取るのに手間取ってしまったんだ。あー、結構やっぱ動いてんだな。それで大体の話はマダムにしておいたが、今一度君から彼女に説明してくれないか。はい、わかった。これなんかちゃんと覚えてるかな、テストで選択肢とか出るのかな。小次郎は、あ、そこまででもないね。これまでに判明した事柄を話した。そうかい、ムッシュはエルザの過去まで行き着いてしまったんだね。逆に言えばこの言い方するっていうことは、グランマはエルザの過去をよく知った上で雇ってるんだろうな。まあでもそうだよな、サコミズさんがあそこまで喋っていたからね、パピオンがその霊力を高めるための場所なんだっていうことを知った上で拾ってる気がするけどね。あんた、エルザが特別な子供だということを知ってたんだな。その通りさ。あの子が霊力の持ち主だってことを承知でシャノワールに雇い入れたんだから。やっぱり花組に入れる候補になるのかな。あのさ、今やるからこその話なんだけど、新桜大戦で上海歌劇団やロンドン歌劇団、ベルリン歌劇団がいて、で歌劇団大戦にパリ歌劇団やニューヨーク歌劇団も出てるっていうのがラジオ放送かな、ちょっとだけ名前だけ出てきた状態だったんだよね。だからもしかしたら、まあエリカたちは大きな戦いに行ってて、しばらくこの国をね離れてる状態だけど、エルザとかが新パリ歌劇団になってる可能性もあるよね。まあ分かんないけどな、この時の設定キャラクターがどれぐらい生きてるかっていうのは分かんないけどね。だけどまさかそのことでこんな事態になるなんて思ってもみなかったよ。後手に回ったね。なるほどね、まあそうだね、もうちょっと読めればってはグランマは思うだろうね。シャノワールに手を出してくる人間がいるなんて僕だって思ってもみなかったさ。今回ばかりは仕方がないだろう。まあシャノワールこそ分かってる人は狙ってくるだろうけどね。どれぐらいその今回の犯人側がシャノワールの正体というかね、真実を理解してるかはちょっと分かんないけどね。それも都市防衛構想とやらに関係してるからなのか。ムッシュ、サコミズと同じ答えになってしまうけど、あえて否定はしないってところだね。言えるところと言えないところがあるってことだよね。小次郎、味方としてはこの二人は思ってるんだけども、でも話しすぎるわけにはいかないもんね。ムッシュ、あやる気持ちはわからないでもないけど、そういうわけだからエルザの件は私たちに任せといてくれ。妹のミキにすらパリ歌劇団のことを隠してるからね。お兄ちゃんになんてなおのこと外部の人だからね、喋れないよね。任せれば解決するのか。もちろんと言いたいけど、正直なところ五分五分だね。リアルだよな。なんだって。実は先刻我々の上層機関から通達があって、今回の件に関しては静観を命じられたんだ。なるほど、動くなってな。いわゆる高度な政治的判断ってやつ。蓋を開けられると迷惑する人間が政財界のお偉方の中にいるってことだよ。なるほどね。まあそのパンドラの箱っていう言葉で迫水さんも例えてたけど、政財界の中にそういう人がいる。なんか桜大戦活動写真みたいだよね。あのヤフキエルの真実とかをね、田沼とかが知ってたわけでね。だから手を引けというのか。私だって不本意だけどね。でも私はムッシュ、サコミズのところにすら圧力がかかってくる状況なんだ。この二人からすれば、そのせいでパリ歌劇団がダメになったらね、困るもんね。民間人のあんたが下手に動き回って、万が一命なんか落とした日にはミキに合わせる顔がないよ。
我々も慎重に事態の打開を図っていくつもりだ。時間はかかるかもしれないが、必ずやエルザ君を取り戻してみせる。ここまでさ、あのエリカが電球ぶちまけたりとか、グリシーヌが斧を振りかぶさしてきたりとかさそういうちょっとコミカルなシーンがあったりとかしてね、笑ってきてたけども、なんかやっぱこの2人が揃うとすごくこうシリアスな雰囲気になるよね。そうだね、エルザを取り戻してもらわないとな。ムッシュは事件のことを忘れて兄弟水入らずでパリを楽しんでいておくれ。無理だって、ミキがその状態じゃない。あ、そうか、何よりねミキが連れ去られてるもんね。いやー、まあもう見せるものは決まってるよね。この靴を見せないと。女の子の靴だね。それがどうしたって言うんだ。ミキの靴が俺の部屋に落ちてたんだ。それも片方だけな。なんだって。それじゃあミキの身に何かあったんだ。それでもあんたは手を引けって言うのか。なんとか言ったらどうだ。大変です。今は取り込み中だよ。後にしておくれ。いやでもエリカが言う大変だよはきっと本当の大変だよだろうな。こっちの方が大至急です。だってミキちゃんが。何？何？ミキがどうした。ミキちゃんが、ミキちゃんが死んじゃったんです。ええ、勘違いだったらいいけどな。まあおそらく何かを早とちりしてるはずだけどね。でも大きくことが動き始めてきたのは間違いないよね。ちょっとねもうこれ次見ていきましょう。これフラッシュの代わりのソフト見つけたので聞けます。聞いてみましょう。はいはいはい、エリカ・フォンティーヌです。突然ですが私シスターなんです。しかもシャノワールのダンサーなんかもしちゃってます。それで話は変わりますが、プリンって美味しいですよね。甘くてふわふわしてて、焼いてあったりクリームが乗ってたり、あーもうエリカ、プリンのことを考えただけで幸せな気分です。神様、エリカにプリンを授けてくださいましてありがとうございます。え、そ、自己紹介じゃなくない？なんて終わり方。小次郎が妹ミキの訃報を伝え聞いた時点から遡ること数時間、物語はミキが謎の場所に監禁されたところから始まる。なぜ死んじゃったというね情報が入ってくるのかってところが紐解かれるパートだね。うーわやだねこんなとこ。おどろおどろしいし、もううん、なんか正直さこんなとこに連れてこられたらもう死んだなって思うよね。ここは気がついたよね。眠ってたのかなミキは。アインだ、あなたは。そうだね、こう似顔絵を持って調べてたからミキは覚えてるか、この顔を。グレン・テュー・アイン、物理学者。アインさんがいるなんて、ここは理化学研究所なんですか。違うけど、どうしてあなた私のことを知ってるの。うん、もうかなり調べるだけ調べたんだもんなミキもね。それはミキはこれまでの経緯をアインに説明した。すぐ味方と判断したのかな、こういうのを説明するってことは。そうだったの。あなたのお兄さんには迷惑をかけてしまったわね。まあ愛には悪い人じゃないんだろうな多分な。やはり愛に電話をしたのはあなただったんですか。そう、今思えば軽率だったわ。私の行動を見逃すような連中じゃないわ。なるほどね。そうだよな、小次郎も結局ちょっと判断に迷ってたもんね。電話を取った時、この電話に乗っかっていいのか。でも愛は電話口でね
なんていうかな、やっぱりこう行かないよりはっていうことを暗に喋ってね。いやそうだな、小次郎にとってもミキにとっても単に真実を解明しなきゃっていう探求心じゃなくて、エルザっていう存在がいるからこそじっとしてられないんだよな。連中ってディビジョンのワール、ディビジョンのワール、一回出てきた言葉だな。彼らは元警官や元軍人といった精鋭揃い、出し抜けると思った私がバカだった。まあそうだな、言われてみればディビジョンのワールって、じゃあここにエルザがいるんですか。アインさんいるわ。会わせてください。エルザは無事なんでしょ。無事よ。でも今は会わせられない、大事な実験の最中なの。実験、いやアインがね、酒場で喋っていたね、こうほろ酔いになりながら、今の研究っていうのは偉大だっていうことを喋ってたけど、まあはっきり言って人体実験だよな。そんなエルザを実験に使ってるんですか。ひどい女だと思うかもしれない、だけど全ては新しい時代のためなのよ。これだから桜革命も同じだよね。時代を新しくするために誤った方向に国が動いていってるっていうね。大きなところはやっぱ桜シリーズ共通してくるからね。新しい時代？おしゃべりは慎みなさい。いや彼女も一体ねえ、正体は何なんだろう。アイン、教授が呼んでるわ。そうすぐ行くわね。いや恐ろしいな、ベルナデット。アインは怯えたように部屋を出ていった。私をどうするの。今は殺さないでおいてあげる。あなたは万が一の保険だからね。保険、どういう意味。あなたに一つだけ忠告しておくわ。不必要な政策は自らを死体に変えるだけよ。いやただの刺繍売りだと思いきや、こんなにこうシリアスに物語に食い込んでくるとはね。賢明だわ。あなたみたいな子もディビジョンのワールの一人なの。死にたいの。ごめんなさい、もう何も聞きません。ノワールフルーレが組織での呼び名よ。死をもたらす黒き花、それがこの私。いやそういえばミキを連れ去るとき細いもんね、何か持ってたけど、もしかして今までの被害者の延髄をついてたのってベルナデットなのかな。死にたくなったらいつでも言って、苦しまずに死なせてあげるわ。生身の人間がこういう風にね監禁されたりとかっていうのは、なんか桜大戦っぽくない恐ろしさがあるね。ベルナレットは静かに部屋を出ていた。いやなんか脱出ゲームみたいになってきたな。鍵がかかっていて開かない。今持ってるものを何か使うってことか。まあなんか使えそうなのはこれぐらいだよな。まあもうちょっと調べてみようか。鍵穴に手が届くかも。鍵の代わりになるものがあればいいのに。鍵の代わりになるもの？まあこれ？そうだ、ブローチの針の部分を使えば。お、すごいな。お兄ちゃんの前だけど開けてみせる。あ、なんか来るな、これ。よし、やった。よし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 。でもこっからだよな。
あ、戻ることもできるのか。まあもうちょっと見てみてだな。開きそうにない。こっちは？お、開いた。開けてみよう。まあそうそう何もないよね。何も入ってない。おおお、白衣だね。中に何か入ってる。まあ研究員のふり。あれ、こっちか。手書きのメモを手に入れた。110628、何の数字だろう。110628ね。手書きのメモをここにあるんだ。この番号を押せばいいのかも。ミキはメモに従ってボタンを押してた。よし、開いた。いや、なんかこう扉の向こうがちょっと気味の悪いものが見えるよね。エルザの実験かな。うわー、なんかそんな感じするな。見たくないな、ちょっと。はっ、あれは、エルザ。いや、なんかサクラとかアナスタシアとかを思い出すよね。こういう装置に入れられてるとね。見たわね。あなたに一つだけ忠告しておくわ。いたずらに掟を破ると思わぬ死神を招き寄せるものなの。いやー、もう終わったな。いやー、これ死んだよね。でもどうなんだろうな、そんな物語じゃないと思うんでまあちょっとこの後どうなるかっていうのをね、見ていきましょう。本当止まんなくなるね。ミキがベルナデッドの刃を受けてから数時間後、物語は小次郎が妹ミキの遺体を確認に向かうところから始まる。10月4日夜、小次郎。シャノワールの支配人室でエリカが飛び込んできてミキちゃんが死んじゃったっていう話をね、伝えに来たんだったよね。まさかミキが。明智さん、このブローニの森の中でミキちゃんが見つかったんだってエビアン警部が電話で言ってました。私、未だに信じられません。あのミキちゃんが死んじゃうなんて、きっと夢に違いありません。悪夢です。明智さん、私の頬を思いっきり叩いてください。夢なら痛くないはずです。いやー、そんなことできないよ。効果？痛くない。じゃあこれは夢なんですね。念のためにもう一度確認しましょう。今度は私が叩きますね。ディア！いらねえことでダメージ与えないでくれ。うーわ、めんどくさ。30くらった。明智さん、しっかりしてください。これここでゲームオーバーになるかもしんないじゃん。でもそんなに痛かったってことは夢じゃないんですね。なんだよこれ、優しくすれば死んじゃったんですね。優しくするほど小次郎が痛い目見るっていうとんでもねえゲームだな。とにかく現場行こう。なんなのこれ、茶番だな。もう、来てくれたのか。辛いだろうが身元確認を頼む。遺体はまだそのままにしてあるんだ。分かった。
心の準備はいいな。違うね、ミキじゃない、別人だ。アジア系の顔、誰だろうな。なんかあるね、左肩にね、数字が刻まれてる。112034。うわー、エルザと同じ6桁だな。何の数字だ。はあ、死後1日ないし2日といった感じだ。こういうの慣れてるんだろうな。外傷は特に見当たらない。一連の犯人の仕業とは違うようだな。なるほど、延髄をブスッとやったっていう形跡があるわけじゃないんだな。明智さん、ミキちゃんなんですか。エリカは直視できないんだな。いや、別人だ。なんの？そうなのか。ああ、ミキちゃんじゃなかったのは良かったですけど。エリカはひざまずくと静かに十字を切った。シスターらしいことだね。どうやら本館の早とちりだったようだな。いや、日本人というのはみんな同じ顔に見えるもんだから。まあまあわかるけどね。まったくエビアン警部ったら人騒がせですね。でもここまでの一連の事件でミキがある程度ね、こう立ち入ってしまってたから可能性はなくはなかったんだよな。しかし言い訳をするようだが、電話ではもしかしたらと一応前置きしておいたはずだぞ。ほう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 。え、そんなことを言ってましたっけ。ほら、エリカさん言ったと思う。そしたらエリカ君が絶対ミキちゃんですなんて断言したんじゃないか。決めつけたのはエリカなんだな。警部さん、誰にでも失敗はあります。どんまいです。自分の時はこうやって切り替えんだな。まあこうしてうまくやってきたんだろうな、エリカは今までいろんな失敗を乗り越えるために。とにかくムッシュ明智、騒がせてすまなかった。まあまあまあ、エリカの言う通りだよな。ミキの死じゃなくてよかったけど、ったらね、この女性はね、何か今回のソレイユの件に関わってるんだろうな。きっとあの肩にあった数字とかを見てもね、気にするな。実害はなかったんだからな。いや、日本人は寛大だな。だいぶ見直したぞ。そうか、まあエビアンも最初は日本人というものをね、だいぶこう見下してたんだろうな。ところで、もう俺たちは帰っていいのか。ああ、わざわざご苦労だった。ミキちゃんならきっと無事ですよ。私と神様が保証します。まあエリカが言うならな、きっとそうだろう。さあ、みんなも心配してるでしょうから、とりあえずシャノワールに戻りましょう。そうだね、報告しに行かないとね。これちょっと回復した方がいいかな。救急箱ね、どんぐらいいけるかな。おし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 、全回復。もう1回しか多分ないんだろうけどな。じゃあほんとこの人どうなの。もう